さあ皆ささんんこんにちはスノーボーダーボダの青木ですさあ本日もこちらジョイントハウスから YouTube スノーボード大学をお届けしたいと思います。今日はですねハンマーヘッドの板とプレートをちょっと紹介したいなと思って用意しましたこの OJK プレートっていうのが えー、プレートっていうもの自体がそもそもどういうものかっていうところからなんですけれども、よいしょ、ビンディングこうやって載せますよね。ビンディング載せるときにビンディングの下にこういうプレートをかませて乗せるあのつける。ちょっと右左反対になっちゃいましたけど、そうすることによってここの厚みが出るから。 板を立ててカービングしようとした時にビンとかブーツが上が上る分、ドラグしづらいっていうのがまず1つあるんですねで。ドラグっていうのはこう雪に引っかかるこうやって立てに行く立てに行くから雪に引っかかることをドラグっていうんですけども上がることによってドラグしづらいってことは板立てられる量がもっと最大角付ける量が増えるっていう感じなのでカービングの鋭さとかそこから来る板の走りとかっていうのがもっともっと向上していくのが期待できるのがこのプレートです。で こうういちょっと H の形してこっち長くてこっち短いじゃないいですかね長い方を基本的にはノーズの方に向けてセットしてあげてノーズのバタつきもうまく抑えてスピードに対してハイクオリティな足元にしていこうねっていうのがプレートのメリットなんですね。なのでこれスタートで言うとアルペンのレースっていうのが一番プレートの発スタートになります。 スキーでも、あのー、プレートがあったりするので元を出せばスキーになるのかもしれないですけれどもアルペンのレーサーの方々がバイイン,ングの下にプレートをを入れてタイムどどんどん,どん,どん上げていく上がることによってドラッグしづらくなるから深いカービングがしやすくなることと高い位置から踏んでいけるのはやっぱり、えー、パワーっていうものが大きく出,出やすいんだなっていうのもプレートを入れると感じられます。 でプレート入れると基本的にはそうやってボードのバタつきを抑えたりとかっていうメリットが出るので基本的にはハイスピードで滑っていくっていううのが大前提になるなると思うんでですハイスピードで滑っていっててノーズのバタつきとかを抑えながらしっかりコントロールしていくそれでやっぱりゲートのアルペンのレーサーからスタートしてるんだなというのもよくわかるなというところです。 なんですけどもそれをこういうフリースタイルのハンマーヘッドボードだったりとかまあハンマーじゃなくてもいいんですけどねフリースタイルの板でもカービングのクオリティを上げていきたいカービングのあの楽しみ方をもっともっとギューンって深くやりたいんだよっていう人って多いじゃないですかそういった方に向けてフリーーースタイルのののボード用のプレートっていうのがあるんですこっちの緑の見るとちょっと細いじゃないですかこっちがアルペンに向けてなんですねあとはね。 まあ板細いんでこれでサイズが合えばいいので子供のの板ななんかかにつけてみるのも面白いいと思いますこういうプレートっていうのが板の幅に合わせて板に対して存在するので是非ともこの OJK プレートっていうのを筆頭に他にもプレートっていっぱいあるのでチェックしてみていただけたら嬉しいなと思うんですがフリースタイルの人はカービングするっていう時にカービングだけじゃなくってちょっとトリックしたりもするよっていう人も多いと思います。 トリックもするんだけれどもカービングを今よりももっと鋭く深くやりたいんだよねこんな大げさな足元じゃなくてサーっていうのもあるんですこれが OJK から出しますドラグだけっていうアイテムになります板立てた時にこれこういう向きでつけて濃くつくんですけどね要はバインディングの底が厚くなるっていうふうに考えてあげるといいかなと思います。プレート自体がそんななに大きいいものではないのでではと バインンディングはこの厚み分1セン 1. ぐらいかなちょっと上がるので先ほど言ったように板立てた時にはドラグをしづらくなるんですね。かといってノーズとかテールとかをしっかり押さえ込もうねっていうボードのフレックスもプレートで補っていこう硬さも補っていこうっていうものじゃなくってボードのしなりとかフレックスはうまく残しながら。 足元のエッチングのドラッグしない感じとエッチングの強さそういったところだけをグッて向上させようねっていうのでこのドラッグだけっていうのが先シーーズンからからなリリースされておりますちなみにこのプレートも硬さが硬いものと柔らかいものと2種類あったりとかサイズがアルペン用と細いものがあったりとかするんですけれども去年リリースされ始めたこのドラッグだけが こういったプレートの中で一番人気でです今うちのお店でやっぱりアルペンのカービングに興味があるフリースタイルでカービングしてる人って多いと思うんですね。なので、えー、こだわった人が来てくれるこのジョイントハウスではプレートを入れてるんですよっていう人も中には結構いらっしゃいますその割合が。でそういう方とお話するとやっぱり足大きくてドラッグしちゃうんですよブーツが引っか,かかっちゃうからっていう人がほとんどなのでそういった方に説明して で何だったらこれサンプルなので板持ってきてもらえれば板に自分で一回つけてみていつも通り履いてみてあこんだけ上がるんですねってのも体感できるようにお店に用意してあるのでそういうことをさせていただくと結構みんな好んでで手に取っっっててて試したいっていう風に言ってくれるアイテムでございますちなみに僕去年の先シーズン初滑りで軽井沢プリンスっていうところに行った時にドラッグだけ初めて使ってうちの店長の和君くんと一緒に使い合って動画撮り合って。 ドラグだけすんごいエッジ踏めるねっていうような感じで動画発信もさせていただいたんですけれどもフリースタイルのトリッキーな動き地形の遊びっていうそういうフリースタイルっぽさを残しながらもカービングのあの鋭さ深さをぶわってクオリティ上げたい人は是非ともこのドラグだけチェックしてみてください。でこれ黒ですけれどもこういったお色のドラグだけもあります。 この辺うちのジョイントハウスのオンラインショップの方で展開しておりますのでぜひともチェックしてみてください樹脂樹脂なので鉄とかそういったものと違ってすごい軽いんですねなんでつけてるから重いなっていう感じはしなくて純正に足元のエッジグリップだけが上がるっていうような印象で感じられたら嬉しいんじゃないかなと思いますぜひともそういった部分をチェックしてみてください今回はジョイントハウスでプレートっていうものが他にも これは bc ストリームアクトギアが出している fta プレートっていうものになります。これは表面がスチールで、こっち側が少し柔らかいクッション素材になっているんですね。それをボードにつけるので、今度はクッション素材が裏にあるので、振動をこれは吸収してくれるっていう感じのメリットもあります。ボコボコしてるけれども、あんまり自分に伝わってこないからバランス崩さずに足元で振動吸収をある程度してくれるよ。っていうメリットがあります。 ここれはこれはでで FTA プレート面白いですぜひともこちらもチェックしてみてください今回はジョイントハウスで、えー、あティープレートっていうのもあります紹介できるプレートコーナーっていうのと中でもおすすめのフリースタイルのカービングユーザーフリースタイルユーザーもちょっと使ってみてほしいドラッグだけお話しさせていただきましたぜひエッジングのクオリティアップを目指してバインディングと板の間に何か入れてみるっていう 試してみるっていうのもトライしてみてください。それではまたスノーボーダーの青木玲でした。